皆さんこんにちは、ライトニングのモヒカオ川です。いやね、ちょっと今日はねスペシャルですよ。なんとこのモヒカオ川、初めての川ジャンのアテンドをするっていうですね、大役を担っております。いや、ここね今日リアルマッコイさんに お邪魔してるんですけども、人生初の川ジャンを買う男を今日お呼びしてます。ちょっとね入っていただきましょうか。弊社ヘリテージの社長、斉藤さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。斉藤です。ヘリテージの社長でございます。この斉藤さんですね、まだ人生で革ジャン買ったことないんですよねそういう格好で今日来ました。ありがとうございます、はい、どうですか、初の革ジャンにチャレンジする気持ちは。あのレザーチャンネルとかいろいろ見てはいるんですが、はい、やっぱりリアルになると全然違うんで、うん、ちょっと何選んでいいか分かんないってところから入りたいなと。なるほどですよね。お任せください革ジャンしか知らないですけど、革ジャンだけは分かるんでぜひお願いします。ぜひね、最高の一着に出会える アテンドしますんで、じゃあぜひねお店行ってみましょうか。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。めちゃくちゃかっこいい。まさにヘリテージの世界観じゃないですかこれ。すげえ。なんかあの僕は普段あの編集部ではないので、うん、はい、あの紙面にある世界が、あの紙面に載った世界がねここにあるっていう、うん、すげえ。この五感でビンビン感じるヘリテージどうですか。いやいや、なんかやっぱりちょっと若干でも気が引き締まるというか、うん、ちょっとキュッてなりますよね。ちょっとキュッてなる。キュッてなります。すごい。そうですよ、もうこっからね魂の一着見つけてもらいます、ね、ちょっとやっぱ緊張しますよね。しますよね。革ジャンは緊張します。そうだからそれ込みで革ジャンの魅力なんですよ、うん、で安い買い物じゃないんで、そうですね、っていう、ちゃんと選びたいな。ちゃんとそうなんです。ただ油断すると、うん、最初なんで若干あの、うん、ひよっちゃう可能性もあるんで、はいはい、その時はちょっとゴリゴリでいきたいなと。なるほど。いや、まあちょっといろいろ見てもらってね、もう最初にゴリゴリでいくか、最初にこの、まあ、入門編というわけじゃないですけど、着やすいモデルっていうのもあるんで、はいはい、例えばこっちにね武庫って言われるライダースが並んでるんですね、はい、であっちの方にはミリタリー、俺が着てますよねこの A2 とか、うん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 、そういうミリタリー系があるんですけど、じゃあちょっと今のお言葉聞いたんで、一発目にもう一つファーストインパクトということで、はい、ゴリンゴリン系見てみましょうかそっから行くんですねそっからとりあえず行ってみましょうか。わかりました。はい、行ってみましょう。ちょっと見てみましょう。例えば前に革ジャン密談ラジオやったじゃないですか、はいはい、あの時にうちの社長に何着せるっていう話したの覚えてます。はい、あのめちゃくちゃ話題になってました、はいはい、それで俺が言ったら D ポケット、それがこのタイプですよね、はい、あ、これが、なるほど、これです。これこれだ。これです。 D ポケ D ポケット、J24 っていうタイプです。なるほど。これね、でも結構違和感ないかも、うん、かっこいいんですよ、やっぱクラシカルだよね、うん、いい。でなんと新しく、さっき説明しましたね、聞いちゃいました、これも出たんで真冬にはセットで買うとボアもつく。そういうこと。はい、ちょっとじゃあこれ着てみたらどうですか。あ、もう早速いっちゃいますか。早速ちょっとねサイズが分かんないんで、これ一番大きいやつで、これが結構一番大きい46なので、はいはい、もしこれが着れなかった場合、はい、今日の企画はここで終わりますちょっと親方と同様食べるの好きなんででもこれがちょっと大きいなということであれば44とかそういうのもあるのでね、はい、ちょっと着てみてください。いいですか。はい、ですよ。はい、やっぱ若干でかいですかね、うん、ちょっと大きいですけど、うん、そんなに違和感ない。あのサイズは違いますけど。そうですよね、うん、でもなんか見た時に俺もなんか案外違和感ねえそうなんです。確かになんか ねあとちょっとやっぱりあれですね、あの重さはありますけど、うん、全然あのそのままなんだろう着れる。そう、肩でこれ持つと重いんですけど、はいはい、ここで皮を支えることになるんで、そんなに重さって感じないんですよ。確かにそう、全然感じないなと思って、うん、でも確かにちょっと大きい。大きいですね、うん、ちょっとこれで J24 でサイズ感見ようと思うんで、
ちょっとね違うサイズ、はい、もう一個下のサイズ着てみましょうか。わかりました、はい、じゃあちょっと脱いでもらっていいですか。はい、脱いで、さっき着てもらったのが46ですけど、はい、これ44、ちょっと一個サイズ、はい、ちょっと着てもらっていいですか。どんな感じですか。あれ来ましたね。これフロントどうですか、届きます、ファスナー。これね届きます、届きます、ね、届きます。あれ良くないですか。だいたいこの44で合わせたらいいかもしれない、はい、あ本当ですか、うん、そんな違和感ないですよ。で腕はだんだん上がってくるんで、はいはいはい、あそっかそっかそっか、そちょっとそうですね。でもこれだったらいいと思います。これ40になるとだんだんフロントが閉まらなくなっちゃうかもしれない、はいはいはい、かっこ悪いやつ。だからいや、はい、ずっと開けて着るっていうフリーダムスタイルで行くんだったら、はい、全然それはそれでありです。多分ねそっちの方が肩は合うんです。あーなるほど、そうなるほどなるほど、うん、いやでもこのぐらいがいいな。いいですよね、うん、ちょっと見て、うん、どうぞちょっと、すごい。でフロント袖のジップを締めてもらったらここをそうギュッと、ちょっともっとシャープに見える。おで買っていくと、で動いていくとどんどんこういう風に蛇腹っていうのが入ってて、こう上がっていくんですよ。はいはい、うん、なんかここがそうか、袖が上がってくるんですね。そうです。あなるほど。だからそんな問題ないと思います。すごい。えちょっと人生で自分が革ジャン着てるの初めて見てます。どうですか。いやいやいいです、ね、初めてのご対面。すごい。でもやっぱ全然イメージが変わりますね。イメージ変わりますよね。すごい。そうだから今これエポレットっていうのがあるんですけど、はいはい、逆に今度それがない状態の44着るとよりもうちょっといかつさが減るんで、はいはい、ちょっと着てみます。あ着てみます。はい、ぜひぜひ。ぜひですね。すごい、はい、いけるいける。どうですかこれ。これ僕個人的には茶色好きなんですよ、ね、なので、うん、いやなんかハードさもあり、はい、だけどマイルドさも残ってる、はい、これね JH1 というモデルで、はいはい、どこのね一番古いモデルなんですよ、はい、おそういうことか、うん、エポレットなくて、はい、だからあんまりいかつさがない。あちょっとこれ鏡で見てみて。ちょっと違和感がない。違和感ない。一番大切なのは、はい、買って着ないっていうのが最低なんです。そうですね、そうなんです。そうですね、買ったら着ないとダメなんです。それは大事ですね、うん、袖はでもやっぱこれで大丈夫なんですね。そうですね。だからちょっとこの出してもらって、はい、これを絞ると、はい、絞るとっていう、あ、うん、感じじゃないですか、うんうん、でこれフロント閉まりますもんね。こうそうですね、閉まります、うん、はい、いいな。ちょっとテンションが上がってきました。なんか最初はちょっとやっぱり恐る恐るな感じがあるんですけど、はい、いやこれはちょっと斉藤さんの雰囲気にも合ってる。ちょっといろいろ見てもなんかこう気になったモデルがあったらバンバン試着していきましょうよ。そうですね、うん、シングルどれか着てみたいですね。そうですね、そうですね、うんうん、あやっぱ結構重いっちゃ重いんだ。これは僕が憧れる最もハードコアなやつ着ましたね。これは憧れるんですよ。これは憧れます。じゃあ襟付きのシングルいきましょう。襟付きシングル、はい、全然やっぱ着た印象が違う。今の格好にも結構マッチしてくるっていう、なんかそんな感じがする。ちょっとじゃあ、はい、鏡見てみましょうか。どうですか。これね問題なのが、はい、1回ダブル着た後にシングル着た自分を見ると、はい、物足りなさを感じる。そう同じことを今思っていて、あのいいんですよ多分普通にあの来ると全然違和感ないですけど、うん、ちょっと物足りない感じが、ね、ダブルを見た後だとね、はい、着ちゃうとね、うん、じゃあ次はねシングルタイプスタンドカラーの J100 っていう着てみません、はい、はい、あでも違和感ない。あでも体がだんだん違和感をなくなってきました。そうですね今重いモデルから軽いモデルに移ってるんで最初体験したらすげえ軽く感じると思います。すごい軽い。どうですかスタンドカラーっていうのは。あでもあ、ちょっと見てもいいですか。いいですよもちろん。あいいいいですよね。いいこれすげえここら辺もすっきりするし、うん、いつも斉藤さんそういうシャツも着るから、はいはいそうですね、うん、これいいそういうのも合うかなって、うん、これはもうシングルライダースのもう完成形って言われてるモデルなんで、はい、もう絶対に古くならない。そうですうん、ただここにポケットがないので、はいはい、若干使いづらい。あそういうこと。あ、うん、そうかそうかここか。そうです。なるほどね、うん、いやでもあの
違和感がない、うん、どうですか本人の感触的には。いやなんかすごいいいなと思います、シンプルに、うん、あのなんだろうな、うーん、あなんか僕が持ってる服に合わせやすそうな感じがする。あなるほどですね、すごい確かにいいですね、うん、これもちょっと今までいろいろ着てきましたけど、まあ、せっかくだったら、はい、次フライトジャケットもう一応チャレンジしましょう。僕ねすごい興味があるんです、はい、いいですね、ぜひぜひちょっとじゃあちょっと行ってみましょうか、行きましょうか、はい、はい、全てが初めてなのでめちゃくちゃ面白い。どの辺からなんか着ると。そうですね、 A2 あたり、ま、僕が着てるこの A2、はい、ちょっと着てみたらどうかなと思うんですけれども、はい、今ちょっと出してみます、はい、これですね。おやっぱ全然雰囲気も違うんですね。雰囲気違います。ちょっとじゃあ、じゃあ着てみましょうか。あ、これもまた違うんですね。違います、感覚が。着心地違うでしょ、これリブだからもう手出しちゃっていいでしょ、これで、はい、あ、違いますね、うん、これも前閉まりますよね、これね、閉まります、閉まりますね、大丈夫です。前閉めちゃったら、閉めちゃった、ちょっと一回閉めてもらって、はい、どうですかこれ。すごい、どう見えてんだろう僕は。いや、いいと思います。一応閉まるんで、じゃあちょっと開けちゃいましょうか。はい、はい。こういう感じで。なるほど。やっぱ全然、ちょっと革ジャンって比較的なんか素人から見ると同じ形に見えがちなんですけど、はい、全然やっぱ着てみると印象が違う。違いますよね。うん、で着てみると印象も違うし、多分着心地も全然違うと思う。全然違う。多分ライダースに比べたら比較的楽なんだと思うんです、うん、楽です楽です、うん、あとなんかちょっと余裕もあるというか、うんうん、確かに、これが A2 ですね、 A2 ですね、柔らかいですねやっぱ、うん、柔らかい。これがね ANJ3A っていう、はい、今度さっきのはアメリカ陸軍航空隊空軍ですね、はい、これは海軍の、あ海軍、はい、でちょっとねサイズがこれ42なんでちっちゃいかもしれないです。ちょっと雰囲気見るためにちょっと着てもらっていいですか、はい、裏地もかっこいい、はい、おおお、やっぱボアがあると途端に男らしくなりますね、うん、そうっすね、うん、うん、なんかボアはいいなねえ、なんですかね、ボアがあるとちょっとワイルド感が増す、うん、なんか革ジャンイコール男を着るみたいな感じがあるんで、はいはいはい、いいこと言いましたね今ね、男を着る、男を着る、うん、あでもボアは僕全然違和感ないです、うん、うん、いいですねこれもね、また A2 とは違った、うんうん、雰囲気があって、かっこいいかっこいい、すごいですよね、これ迷いますね、迷うんです。結構迷います、はい、みんなその迷う時間も楽しんで、うんうん、確かにこれは面白い、うん、どれ着ようかなどれ買おうかなっていうのをこういろいろ調べたりして、これでもなんか1日入れる感じしますね、ずっとねいろんなもん着たり悩んだり、そうそうそう、まあ迷惑ですけど1日入れる。すごい、いやそれがまた母ちゃんの楽しいところなんですよね。いや楽しい楽しい、うん、いやいやいや、いやでもね小川さんがいるとちょっと心強さがすごい、ありがとうございます。すごい。ちょっとね、着やすさをすごいあったんですけど、うん、ちょっともう一回最初のちょっとゴリゴリのやつを着てみたいな。お J24 ですね、そうちょっとね出しましょう、これですよ、はい、一番最初のこれね、ちょっとやっぱり、うん、ハードコア系、うん、思い出したい、よいしょ、ちなみにですよ、はい、それだったらそれボアもつけられる、別売りですけど、なんかねあの戻りたくなる感じなんですよ。なるほどな、うん、また A2、はいね、G1 系 ANJ3 とか着てきた、はい、また雰囲気違う、うん、雰囲気違う、着心地が確かに着てるなって感じするよ、うん、着てるなって感じがします、うん、そうだよな、最初の一着ですもんね、うん、これは悩むな、いいんですよ最初の3着いっちゃって
確かに確かに、ね、大人買いもね大人買いでもいいんですよ。でもあの進化する僕をたまにレーザーチャンネルとか、うん、いろんなところで出してもらえると、はい、いいですね。こんだけエイジングしてきましたっていう。ああそれぜひぜひちょっとぜひねレーザーチャンネルでも追いたいですね。追いたい、うん、ちょっとじゃあでもやっぱちょっとねやっぱ、うん、気になってはいるんですよ。やっぱりこれもいいけどけどこれは着るなっていう。あこの茶の JH はダブルですね、はい、茶は僕好きなんでね、うん、で形はこれ J100 好きなの。好きスタンドカラー茶色も好き、スタンドカラーも好きそうこれはすごくねさっきあのあいいなと思って、うん、今フィットがしてるなと、ね、確かにこう普段の格好にも合う、うんうんうん、マジか。あのねさっきね探しました、探しました、あのね奇跡の一着見つけました。あそういうこと、そういうことか、どうでしょうか。すごいブラウンの J100 合わせ技。でも僕色もすごい僕好きです、このぐらいがすごい、はい、じゃあちょっと着替えましょう。はい理想だな。好きなとこ取りですよ。好きなとこ取り どうでしょう。違和感はないですね全くない全くない。奇跡の一着、うん、あでも重さもすごい僕 あまり軽すぎても嫌だなって今回思ってたんで、うん、すごい適度に適度にこう、うん、ちゃんと馬側の質感があって重みがあってそうですね、うん、ちょっと見ていいですか。もちろんです。あえ今日このまま買ってもいいんでしたっけ。もちろんですそういう企画です。そういう企画ですよね、うん、いやそうです、もうちょっと濃い方がいいなと思ってたんで。あそう茶色が明るいのよりちょっと渋めのやつ いいな。いや今いろいろありますよ。だからこの J24 すごいな、うん、いやでもねすごい好きですこれ、うんうん、いやもう思いっきり悩んじゃってください。もう何回も。いやでも僕ね思い切りいい方なんで、うん、買います。お何を。これを買う。これをこれを買う。おこれを育てたい。おじゃあもう人生初、はい、革ジャンはブラウンの J100 で。 J100 でいいですか。いきます。お。いやでも本当に本当に気に入ってる。いや本当にいいじゃないですか、うんうん、じゃあせっかくだとここ閉めて、はい、うん、これ本当に買うようだったら、はい、腕曲げてもらってから大丈夫です、はい、ですか。じゃあ俺曲げますギューやって革ジャン体操この場で始めてもらってもいいですうわでもちょっと怖いっちゃ怖いけど、うん、あでも初めてここを曲げるこの感覚がいいですね。そうですよ。これいいな、うん、最初に自分のシワをねつけるつけるっていう。でも革ジャン体操ほどこれちょっとまだ恐怖心があります、ね、はい、いやでもすごい。でも買うんでほとんど、はい、すげえ。いいです。本当人生初です、うん、でこれダブルのライダースに比べて、はい、丈がちょっと長いから、うん、その普段の格好にもあんまり違和感がないんですよね、はいはいはい、ちょっとこう長い。確かに、うん、いやでもすごい。でもいろいろ見て、はい、最初の最初着てちょっと物足りないなっていうからの、うん、これで落ち着くとすごいいいですね、うん、そうです。だからこれで革ジャンライフを始めてもらってそうすると次やっぱりあのダブルも良かったなと思って、はい、そういうのが足してったりでどんどん沼にはまっていくわけですこう上じゃなくてもうズブ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 ズこう沼にね。いやでもダブルは本当に今もまだ思いが、はい、残ってるんですけど、うん、ちゃんとこれを育てて。そうですね。でまた買いに来たい。いいじゃないですか。そしたらやりますよ第2弾初めてのダブルっていう回をね今度設けますからその時にぜひ。いやよかった。いやいや本当に、うん、いやでもいろいろあって面白かったです、うん、ありがとうございます。いやいやいやすごい。まさか買うとは思わなかったですけどねえ本当にでもねぴったりのモデルに出会えて、はい、よかったですよ。いやよかったこれいいわ、うん、いいわこれ。
いいな。ありがとうございます。すごい、イナフェスの憧れの袋です。いやもう俺歴史の目撃者になった気分です。本当に人生初だから。ありがとうございました。ありがとうございました。いやすごい、やった、いいっすね。いやいいっすね、最高ですよ。ありがとうございます。買いましたね。買いました。これ皆さん本当にリアルドキュメントですか。本当に買いました。本当に買いました。ちゃんともう腕にジャバル入れちゃってます。やっちゃってる。また店内で見るのとこの日の光の見る色も違うと思うんですよね。確かに。うん。で今ちょっとね肩が張ってると思うんですけど、これ着込んでいくうちにどんどんドロップして馴染んでくんで、はい、うん、その日を目指してゾンと着込むという。着込む。いやでもこれは気に入ってます。すごい、いやすごい似合ってます。うんうん、よかったよかった。いやよかった。もうなんかね、その斉藤さんの初めての革ジャンデビューの日に同行できて俺もちょっと嬉しかったです。あのやっぱり一人で入るとすごい、うん、何買っていいか分かんないんで、すごい心強かったのと、もしよければこの動画見てもらって初めて買う人は参考にしてもらえるとすごい、ね、ちょっと参考にしてもらって、で次はね秋口に初めてのダブルの企画やるんで、それもね皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。いや本当ね斉藤さん今日ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。いやよかった。はい、じゃあ今日はそれ着て歩いて帰ってください。カバちゃんウォーキングで来ます。じゃあ本当ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。